東運輸株式会社は、沖縄県石垣市に本社を置く企業。市中心部の石垣バスターミナルを起点に、石垣空港等を結ぶ連絡バスや、石垣島内閣集落等を結ぶ路線バス、及び貸切バスを運行するバス事業者である。石垣でのバス事業は1930年に個人が石垣白穂での価格輸送を行ったのが始まりで、あるが、 営業不振で間もなく事業終了となった。1935年には、合資会社の八重山自動車商会が設立され、やはり石垣白穂でバスの運行を開始。1938年には後に、東運輸代表となる伊藤州長勝の経営に移行。この頃から戦時下で燃料入手が困難となり、1943年に木炭自動車による運行。 さらには馬車による運行に切り替えられたが、1944年頃には、事業を中止した。戦後、八重山通運車が、日本軍からの払い下げトラックにより運行したが、1946年1月に、八重山市長に接収され政府の事業となった。1950年、ガリオア資金による日本製自動車の支給の際に、戦前からの業者との条件がついた。 該当者は、八重山自動車商会の代表であった、伊ト長勝しかおらず、これを引き受けることとなった。1950年6月2日、大浜町民を中心とした株主の協力を得て、130万円の資本金12名の従業員で、東運輸株式会社を設立。6月24日に、路線バス事業、7月5日に、トラック事業の認可を受け、 9月2日にバス2台、トラック2台で運輸を開始した。バスは石垣から白穂までを1日後往復し、移民入職により道路が開通する旅路線を拡大したが、車両故障などでバスが動けなくなると運転手が会社へ連絡できる場所へ出るのに一晩かかることもあった。この頃は通勤、通学といえばバス利用で運行ダイヤも通勤。 通学に合わせて編成するなど、住民生活に密着した運営を行った。市街地と集落の間での物品輸送もバスが行っており、車掌は集落の住民から受けたメモを片手に買い物に、防殺される状況であった。価格混載のため車内は満杯状態で、貨物専用車を1日1回路線バスの続行で走らせて対応した。 パイナップル産業が活性化したのもこの頃で、作業員輸送で臨時便を運行する賑わいであった。昭和30年代前半は乗車率も稼働率も良好であったが、低運賃のため運賃収入が低めであったことや、続々と開通する路線に対応するための車両購入費により、経営状況は良くなく、増資に次ぐ増資で場をしのいだ。 このような状況に株主は疲弊し、後日の他社参入の動きの表面化で株を手放す。株主が続出。設立当初は二十数名いた株主は数名にまで減少した。経営の立て直しに大型資本導入が必要な状況で、1959年に沖縄バスから出資を仰ぎ、他社との競争に備えた。八重山交通とは激しい競争となり、 新聞市場を連日にぎわすなど、清掃の具ともなった。山田バスは農業組合振興バスという名の、貸し切りバスで乗り合い行為をする違法なもので、たびたびの警告にも応じずか東京層に陥った。山田バスへ行政処分の際は、機動隊に出動準備要請をしてから、ナンバープレートを外す状況であった。その山田バスは、経営危機に陥り、 政府勧告により吸収合併することとなった。1963年1月10日付で事業を譲り受けし、これによる事業計画変更では無駄な路線のほとんどが変更された。直接の競争は約3年であったがその後の経営にも大きく影響し、後遺症は1973年3月の営業検証客まで続いた。 沖縄バスが保有する株は1964年1月24日付で全株を買い戻している。農業の近代化やモータリゼーションの進行により乗客が激減し、昭和40年代後半から単独路線として維持できない路線の統合、それでも維持できない路線の廃止が行われた。1972年5月15日の沖縄県の日本復帰後も自動車交通は、 右側通行が続いていたが、1978年7月30日に左側通行へ変更されることとなった。これによりバスのハンドル位置や乗降位置の変更に向けて政府の補助など様々な対策が取られた。島内の自動車学校を借りて乗務員訓練を行ったほか、バスターミナルの乗り場も改造。 車両は26台を新規導入することとなり、メーカーなど検討の結果、沖縄不送自動車より三菱自動車製を24台、新沖縄イスズ自動車よりイスズ自動車製を2台購入。この他に旧車3台を川崎車体工業へ送り改造を施した。一度に新規導入したことから、車両更新時期も全車同時期となるため、 計画的な更新が検討されている。うんこ系統図、バスターミナル建物に刑事手流所一例東海輸、発足以降、本社、営業所、車庫は大浜町内に置かれ、移転後町域内で行われていたが、石垣市の都市計画により、現在地にバスターミナルが計画された。石垣市より、約2000坪の土地を借り受けて、東運輸により、 バスターミナルビルが建設された。乗客数減少などにより、経営状況が悪くなり、車両更新もままならない状態となったことから、バスターミナル建設資金の返済期間猶予を申し出たが却下された。後にバスターミナルビルの経営分離勧告を受け、1970年9月1日に、不動産を引き継ぐ別会社として、石垣バスターミナル株式会社を設立した。 2018年12月1日現在、経路線等の数字は、系統番号。空港線新石垣空港で並ぶ、東運輸とカリー観光2013年3月7日の新石垣空港開港に伴い、四平羅読、大浜、白穂経由は、白穂線の延長、10アートホテル ANV インターコンチネンタル経由は、新規路線として運行。 早朝、夜間を除き、各系統30分間隔、両系統合わせて15分間隔で運行される。銃の一部に設定されていた仮茂シクラブ経由便は2015年10月1日より、八重山省石垣空港間無停車の準急便は2018年1月1日より、休止された。白保線は東運輸発足当初から運行される、最も歴史ある路線。 往復で運航を開始し、1980年9月現在で28本設定されていた。空港船は1962年3月11日に認可された。飛行場船が最初で、1966年4月21日に廃止され、白穂船の一部便を空港経由とすることで対応。1979年6月28日に空港船として認可された。 旧空港に乗り入れる住空港線ミンサー、工芸館石垣空港、ANA インターコンチネンタル、大浜新線記念館前引くバスターミナルは、現行の空港線運行開始に伴い廃止となった。旧空港跡地に移転した、沖縄県立八重山病院発着の路線については、八重山病院線を参照。 2015年6月22日より、カリー観光が離島ターミナル石垣空港間直行バスを運行している。石垣空港では客引きまがいの行為が見られるとの指摘があり、空港担当者は両社協定も視野に入れるなど対策を施したいとしている。他社参入を受けて、東運輸も同区間で直行便を運行する方針を表明。 2017年8月に、同年9月より、アートホテル ANA インターコンチネンタル経由を廃止し、新たに運行する旨を発表したが、新規路線中止、現行路線継続となった。所要時間は2017年8月1日より、カリー観光と同じ最短30分で結んでいたが、2018年1月1日より、運行の円滑化として、 最短32分に伸ばされた。西、東回り一周線、平野線、平野経由、伊原間線6平野で待機中平野バス停は、先の赤い屋根付近各系統、白穂、伊原間平野間は、フリー乗降区間。2013年3月7日の新石垣空港、開港に伴い同日より、白穂里山の間で、石垣空港経由となり、 バスターミナル石垣空港間は離島ターミナルに立ち寄らない以外は4と同経路である。2、西回り一周線はバスターミナルから西部経由で伊原間へ至たり、伊原間から上機経路でバスターミナルへ戻る系統。3、東回り一周線はバスターミナルから上機経路で伊原間へ至たり、伊原間から西部経由でバスターミナルへ戻る系統。 五平野経由伊原間線はバスターミナル平野、伊原間平野、バスターミナルと日付をまたいで一つの系統として運行される。翌朝の伊原間引く平野往復は伊原間小中学校の登校日に運行。六平野線はバスターミナル平野を当日中に往復する系統。伊原間までは1954年3月8日に伊原間東線として運行開始。 1956年7月21日に東回り一周線及び西回り一周線を設定。1958年12月20日に伊原間から平野まで延長された。このほか、バスターミナルから蒸気経路で平野へ至り、平野から蒸気経路で伊原間、伊原間から西部経由でバスターミナルへ戻る東回り平野一周線が設定されていた。 川原線このほか、1972年5月6日から、バスターミナル、バラビドーを元から河原大浜、バスターミナルの本経由川原線が設定され、1980年9月、現在で、川原線と本経由川原線に合わせて5本、設定されていた。吉原線との城小学校、名像は、大路、袋で経路が異なる。吉原、カビ地区は、 吉原で折り返し後に、カビラを経由する便と、カビラを経由した後に、吉原で折り返す便のいずれかとなる。1980年9月現在は、往復とも、バスターミナルカビラ吉原間で運行され、現行袋経路には、バスターミナル80種の塔、名像、笠見伝電をもとバラビドバスターミナルの名倉経由元線が設定されていた。 カビラリゾート線1955年4月に個人が運営するカビラ線を買収し運行開始。1980年9月現在はバスターミナルからカビラまで吉原線、伊原間方面と同一経路であったが現行経路は当人の墓など海沿いを経由しカビラリゾート地区まで運行される前原キャンプ場線11石垣空港到着後改装バスターミナルから 上気経路でカビラまで運行していたが、新石垣空港開港時にカビラクラブメット間を呼び、サッカーパーク赤馬石垣空港間を延伸し、カビラ地区など西部や河原、三和地区から空港へのアクセスにも対応させた。西、東回り一周線、西回り茨馬線八井原間で待機中核系統、大笠西入口、伊原間間はフリー乗降区間。 2、西回り一周線は、バスターミナルから、蒸気経路で伊原間へ至たり、伊原間から、東部経由で、バスターミナルへ戻る系統。3、東回り一周線は、バスターミナルから、東部経由で伊原間へ至たり、伊原間から、蒸気経路で、バスターミナルへ戻る系統。8、西回り伊原間線は、バスターミナル、伊原間間を蒸気経路で往復する系統。 1955年3月29日に、伊原間再線として運行開始。1956年7月21日に、東回り一周線及び西回り一周線が設定された。このほか、バスターミナルから東部経由で平野へ至り、平野から伊原間、伊原間から蒸気経路でバスターミナルへ戻る東回り平野一周線が設定されていた。 八重山病院線沖縄県立八重山病院が2018年10月1日に旧石垣空港跡地に移転、会員したことに伴い新設された路線である。当初、病院敷地内にバス停留所を設置し、現行路線を病院経由とすることで調整していたが、再三等の見極めに時間がかかり、八重山病院の移転会員に間に合わなかった。運行開始は、 認可が下り次第としていたが、同年12月1日より運行を開始。2019年2月まで3ヶ月間期間限定の試験運行とされていたが、同年4月以降も石垣市が赤字を全額補填し、運行されることとなった。2019年9月1日に路線を進化は牧両方面に延伸するとともに、 市街地の通り寺から三橋通りまでの区間を4号線経由から2号線経由に変更した。街中循環、バス、石垣市地域公共交通協議会が主体となり、東運輸が運行受託する形で、2013年2月12日より2週間の無料実験運行が行われ、バス路線がない地域住民など利用者からの要望が、 多かったことから同年10月1日より29人乗りのバスを使用し200円均一運賃で運行を開始。運行開始から1ヶ月間の乗車人員は目標の半数程度にとどまり、車を持たない高齢者からは好評であった反面、わかりやすい運行コース、運行範囲の拡大、100円バスとしての運行などの要望が出た。また、ルート変更や、 小中学校の通学対応等のための時刻、調整についても要望がある。2016年10月1日には、石垣市健康福祉センターを経営するようルートを変更。2017年10月1日からは、運行回数を順回り逆回り各6便に減便するも、赤字解消のめどが立たず、2018年3月31日の運行をもって廃止となった。 2003年3月、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の基準に適合した車両として沖縄県内の事業者で初めて低唱車両を導入。3月24日より白保線にて運用を開始した。2007年にも追加導入するなど引き続き低床化を推進。 2015年3月31日現在保有する路線バス車両28台中ノンステップバスなどの基準適合車両は19台と半数以上が低床車両となっている。貸切バス車両では車椅子昇降装置付車両1台保有する。川原線、西回り一周線、東回り一周線、平野線、平野経由、伊原間線、 西回り伊原間線、吉原線は、沿線人口の減少やモータリゼーションの進行により、乗客が減少していることから、沿線住民に必要な公共交通確保を目的に、沖縄県と石垣市による路線維持補助金の対象路線となっており、都度見直しを含めた検討が行われている。2001年には、カビラ線も見直し対象に挙げられていた。西部の吉原愛北。 東部の白井北から市中心部へは朝8時台までに到着する便が設定されておらず、この地域から市中心部への通勤、通学には利用しづらいダイヤとなっており、学生においては、寮生活、寮に入れなかった学生は自家用車での送迎を余儀なくされている。また、ヤンバル地区からカビラの小中学校を通学に不便なダイヤとなっている。 早朝便設定や吉原線路線延長などの要望が出ているが、通学需要取り込みで利用率の向上は見込めるものの、早朝便設定による費用増、補助金受給路線であるため関係箇所との調整が必要とし、2015年現在実現に至っていない。定期観光バスは石垣島一周コース及び半周コースの2コースが設定されている。 1958年12月20日に石垣島一週観光バスの運行を開始した。特定バス事業は1992年6月19日に空港旅客ターミナルと航空機の間で航空機、搭乗客輸送の許可を受けた。2015年3月31日現在、休止中で車両は4台登録されている。貸切バス事業は1959年4月6日に、 認可を受け、路線バス予備車両5台を貸し切り兼用として運用した。車両は2015年3月31日現在で34台登録されている。ありがとうございます。